はい、皆さんこんにちは。ミラクルハッピーデイの、始まります。ミッキーアイビンドチューウナガビラゆたしくウニゲーサビラということでですね、今日はアシスタントのレイカさんが少しね調子が悪いということでね、お休みしております。また来週からはね参加しますので、お楽しみにということで、本日はですね、発声の仕組みについてのね、DVD があるというお話と、それから昨日ですね、私茶谷老人福祉センターの女性集会というね、集まりがありまして、そちらでボイストレーニングのデモンストレーションをしてまいりました。そのお話などね、いろいろさせていただきたいなと思います。今日は山崎さんが山崎さんがねそばにいらっしゃるので、ちょこちょこ振りたいなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずですね、私ミッキーの音楽教室というのを宜野湾市のですね、伊佐ですね、番地は伊佐なん、番地は大山なんですけど、伊佐のバス停からものすごく近いんですね。徒歩3分ぐらいのところ、近いですね、はい、近いですよね、はい、なので伊佐と申し上げておりますが、はいはい、まあ、58号線からちょっとね、海沿いにこう3分ほどね歩くと看板が3つぐらい出てるので、なんかピンクの看板と、はい、それから白い看板と、はい、もう一つ何だったかな3つぐらいあるんですね、はい、それで皆さんが、あ、これエステの看板とかもうだからもうちょっとしたらね、また看板を分かりやすく変えようかなと思う、うん、欲張っていろんなものを書いたもんですから周りの方がエステサロンですかとかアロマのことも書いたもんですからね、アロマもそうです、ルームコロン作るね、こういう、ちょっと資格も持ってるもんですから、うん、それも書いたら先生何者って言われたので、いろいろ書きすぎちゃって、そうですね、はい、そう、やっぱり人間欲深いのはいけませんね、シンプルが一番です、はい、ということでね、うちの母にももう、うん、音楽教室でいいんじゃないとか言って、もうシンプルに、そうそうそう、で道をね通る車がね、はい、パッて見ても分かるようにね、うんうん、ちょっとまた、看板を変えようかなと思っております。はい、はい、まあ、教室の方で教えていることなんですけれども、DVD で見たらよりね分かりやすいということで、映像がありまして、声楽科の方がですね、息をしている呼吸をしている姿がレントゲンで映されていて、腹式呼吸が肺がこう上がるところ、レントゲンですか、そうそう、レントゲンすごいですね。それからこれ小中高私非常勤でたまに行くんですけど、でも見せてるんですけども、みんなびっくりします。びっくりします、ね、声帯が粘膜に覆われてて、なんかね唇みたいな感じになってるね、こんななってるね、パカ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 、そう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 、気持ち悪いでちょっと音楽の授業とは思えないですね。そうそう、ちょっとグロテスクで、先生これって理科じゃないとか、ね、物理じゃないとかね、生物じゃないとか言われるんですけど、いや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 、やっぱり声をね出す器官のことを知らないと、うん、結構皆さんね荒っぽく使ってるんですよね、声帯をね、ただものと、うん、よく年を重ねた熟年の男性が言う言葉です、これ、ただもの、うん、なんで歌ってただでしょ、あ、楽器も使わないしただもんさ、別に、うん、頑張らなくても出るよって、そうです、その通りです、頑張らなくても出ますね、ですが出なくなってから後悔するんですね、はい、なぜかやっぱり大事にしないとねいけない期間なので、目に見えないですよね。そうですね。ですが、とても重要なポイントにあるんです。ん？喉のどこのあたりに声帯はあると思いますか？喉のどのあたり？はい。喉仏とかこの辺ですかね。あ、正解ピンポン。あ、合ってますか？山崎くんは物知りだね。はい、みんな大体ここら辺とか、顎辺とか、ここら辺とか、胸の上とか、ほとんど皆さんここら辺だと思ってるんですけど、はい、そうじゃないです。喉仏。喉仏。これはね、男性だけではなく女性もね、喉仏ありますよね。多少ですけど、はい、喉仏が女性だけど出てる方もいるんです、はい、そういう方はね、はい、声帯が長いんです。長い、うん、はい、長いとどう、なんか声もやっぱり違うんですか、はい、声の質も低い音域が
ね、あの響きが良くなるということですね。女性も低い音域出ますけども、あの男性のオクターブ上って言われてますね。うん、だからドーってねこういう声がね、うん、まあオクターブ上と言われ、男性はすぐ簡単に出すけど、女性の場合頑張らないと出ないという。へ、うん、女性は短いのでね。あ、でも声帯が短い方がやっぱ高い音も出るんですか。うん、そうです。あ、まあ、子供はまあ 1.8 ミリとかだけど、ね、まあ、大人になると 2センチだ、2センチあると言われてますが、またお相撲さんとかね、体が1メートル90とか100とか200とかいう人はもっと長いわけですよ。2.5 とか3センチとかそうなんですよ。そんなの違うんですね。はい、だからまあ要はあのバイオリン の、うんうん、あの仲間わかります、ビオールファミリーって言うんですけど。あ、わかります、はい、一番大きいの何、わかります、こうがつきます、こう、あ、ベースとか言われる、はい、わかんない、忘れた、ちょっとわかんないです、はい、コントラバス、あ、コントラバス、はい、その次にビオラのチェロがあって、ビオラ、バイオリンって言って、はい、またバイオリンの6分の1とか4分の1とか子供が弾くのね、ちっちゃいのもあるんですけれども、はい、そんな風にたくさんあるんですけれども、このバイオリンも弦の長さによって音が違うでしょ。確かに、わかりやすいですね。わかりやすいです、うん、それと声帯は、はい、まあ、同じような感じなんですね。ですから声帯が太く、はい、長いと、うん、まあ、声が響きが良いと言われています。でも丈夫だとも言われてますね。で、声帯が弱い方もいます。声帯が弱い、うん、弱いというのは、まあ、はい、細いということですね。細い、声帯自体が細い、うんうん、または小さいとかね。私もあの耳鼻咽喉科に行ったら、私あの身長が50センチ足りないので、あの、私って歌向いてますかねって言ったら、声帯弱いですねと、細いですよってか言われて、うんって言われたんですけど、歌ってますそれはもう技術なんですけどもね。技術で、はい、はい、腹式呼吸としっかりとした、また声帯のトレーニングでですね、エッジボイスってあるんですよ。エッジじゃないよ、エッジボイス、はい、って言ってね、っていうね、重音わかりますか。重音わかりますか。あれとかね、あのっていうね、これエッジボイスなんですけど、うん、これで喉の声帯を震わせて鍛えることができるという説が今出てますね。高音ね、出しやすくなるって、はい、私はもう5オクターブあるんで、あ、6オクターブだ、6オクターブ出せるので、はい、あの、それはいらないんですけども、はい、でも参考のために練習しました。これどうですか、出せます。いえいえ、出せ、出してみてまず、はい、違う ちょっと難しいですね、はい、難しいでしょ。エッジボイス一番難しいですね。あ、うん、ナチュラルエコーとかも知ってません。え、声でエコーをかけるんですか。そうそうそう、コロロレレカラララララララブロロクルル、ほら、すごいね。なんかボイ、ね、このそ う, あのそう響いてる、響いてるでしょ、はい、響いてる感じ聞こえますよね。聞こえます、あのというふうにこともできますとか言って、はい、まあ、演歌の拳とかね、これから、まあ、どしどしと皆さんにお聞かせしていきたいなと思いますが、著作権の問題がありますからね。そうですね、ちょっとあの山崎君にちょっと伺いたいんですけど、著作権って、はい、うん、あの例えばラジオで放送するときはどういうふうにして。そうですね、うん、決まりがあります。著作権はあの、はい、まあ、何度かその何回か忘れたんですけども、はい、一応ジャスラックの方に申請、はい、を出して、はい、その何いついつに何々を流しましたよっていうのをこうちゃんと提出しないといけないですよね。あ、そうなんですか、はい、あ、料金が発生するんですか。料金のはちょっと分からないです。分からない、はい、報告をするということなんですね。報告は必ず、はい、カラオケハウスの場合はもうほら支払われてるの で、 そうです、まあ、ジャスラックね、つながってるので、はい、まあ、そこからね、あの、うん、カラオケ団とかね、そういうところからビッグエコーとかね、そういうところは全部支払われてると思うんですけど、じゃあ学校で合唱コンクールの時に、はい、例えば宜野湾市民会館借りるとか、はいはい、そういうコンベンション借りてやる時もありますよね。その時はどうすると思います。これは多分学校のあれなんで、うんうんうん、著作権には引っかからないんじゃないですか、ね、教育目的みたいなこと。なるほど。実はあのちょっと前まで、はい、今最近は調べてないので分かりませんが、ちょっと前まではかかったんです。あ、そうなんですか。一曲に食らってて、私もびっくりしました。だってあの無料さ、
そうですよね、お金取らないんだから、あの教育機関だから大丈夫じゃないかなと思ったんですけど、あの私の知り合いが中学の先生してるんですけど、あの払うのよっていうのを聞いたことあります、最近は分かりませんよ、はい、最近はもしかしたら緩和されたかもしれませんけれどもね、あの一曲いくらっていう形で払うのよって、あのそうなんですか、のいうのがあったので、うん、最近私も非常勤やってますけどね、そういう話出てこないので、はい、ね、うん、山崎くんが言うようにもしかしたらいらないのかなもしかしたら変わってるかも、はい、皆さん興味がありましたらネットで検索して調べてくださいということでね、はい、あの著作権で、うん、今私あの老人福祉でね、あの、ほら宜野湾市の方 の赤道の方の、ね、まあまあ、先週で終わったんですけども、はい、講座だったので、そこでもあの先生の声でね、その例えば、あの何ですか、あの天城越え石川さゆりさんの、ね、歌とかそういうのを歌って全部録音してお金払いますから CD くださいって言われたわけ、欲しいよお金はとか言って、ね、代金は欲しいんですけれども、あのはいとは言えないわけです。なぜだと思いますか。はいとは言えない、例えば山崎くんが作った曲を、はい、私が勝手に録音して販売した、あれどう思います。これは自分の許可がないんで、そう、はい、そうでしょ、はい、その通り、山崎くんが言う通りなんです。でもね、知らない方が多いんです。あー、もう知らないでその行為をしてしまっている方が、うん、はい、あの私は作詞作曲もするので、うん、そこは厳しく、厳しく、あのそうジャスラックの本も読みながらあなるほど、うん、16小節はねカバーしてもいいというね、うん、あのまたその決まりもあります。なんでかって、こんだけたくさん曲が多いでしょ。多いですね、うん、確かに、うん、もう必ず似てくるわけ。あ、うん、ね、だからその音階も決まってるからね、似てくるんですよ、まあ、一応するぐらいしかできないじゃないですかそうです、ね、音階決まってるので、その音階内で作るとすればみんな似てくるわけですよ、うんうんうん、だから16小節だったと思うんですけどは大丈夫っていうふうには聞いたことがあるんですけどね、まあ、あのそれを守りながら今作曲をしていますが、はい、二刀肛門をねちょっとパクりたいなと思ったらちょこっと似せてちょこっと似せて多少変えるんですけど、こちらこちらリズムを変えたり歌詞、まあ、もちろん歌詞は全然違うんですけどね、うんうん、まあ、そういうふうにして、あの皆さん著作権というものがありますからね、うん、それでね、もうあのその方にはねありがとうございますとご丁寧にお断りして、うんうん、また私が無料でね、あの録音して無料でね、あのまたあの機会がありましたら差し上げましょうねということで、はい、まあね、あの その場は去ったんですけども、はい、あのできれば私のオリジナル曲で買っていただくと、はい、嬉しいなということで、はい、まあ、そういうふうにしてね、ジャスラックともね上手にお付き合いしながらね、はい、やっていかないと、うん、あの最初ジャスラックがね、はあのなんて言いますか、その著作権が強行したのは、はい、もう今から10年ぐらい、もっと前かな、15年ぐらい前かな、それぐらいだったと思いますね、うん、そのぐらいからね、すごかったさ、はい、だからカラオケスナックなんか摘発されたりと ね、うん、営業停止とか、うん、ありましたね、はい、だからそういうことっていうのは、うん、あのやっぱり今ほら、オリンピックの何だった、あのマークマークもありましたよね、はいはい、デザインの著作権、パクリみたいな、そう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 、あれなんかね、へーって思うけどね、はい、うん、まあ、ああいう、ね、こともあるわけですよ。ですからね、あのそれをなりわいとするにはお金もかかるし、はい、それからそういうことも知識も学習しないといけない。そうですね、実は私の前の前 の、 そのボーカルの先生というかあの、ね、はい、海洋カラオケの先生が勝手に録音して売ってたみたいなんですよ。あ、それで皆さん分からなかったと、当たり前だと思ったと、その方は捕まりますよ、はっきり言って。そうですよね、うん、やっぱりもう言っときましょうね、うん、もうね、名前は申し上げませんが、はい、心を入れ替えてちゃんとあの、ね、許可をもらってから録音してくださいよ。ダメですよ、販売したら、はい、先生たるものがそういうことしてはいけませんよ、うん、ということで私は心揺るぎましたよ、はい、でもその方の気持ち分かります。ああ、欲しいなと。あ、そんなね、ね、こんなね、あ、楽じゃん、自分の曲じゃないしとか。まあ、そうですよね、でも、はい、でもその甘い誘惑に負けないように、うん、ね、やっぱり悪しきことをしてはね、あの堂々と胸を張って授業もできませんのでね、はい、そこのところは頭が固いんです、うん、はい、よろしくお願いします。ですね、あ、皆さん
今ですね、世界のうちなんちょ大会とありましたね、はい、行っております。ビギンがね、昨日テレビに出てましたけどね。出てましたね、はいはい、で実はアルベルトさんの話、先ほどね、先ほどしてましたね、なさってましたけど、はい、私アルベルトさんの事務所にいたことがあるんです。へえ、意外でしょ。びっくりしました、はい、びっくりしましたか。15年ほど前なんですけど、はい、はい、ライブハウスパティって沖縄市にあるんですけど、今営業なさってるかな、はい、ちょっとわからないんですけど、そちらで毎月面白クラシックって面白クラシック、はい、クラシックに歌詞をつけたりですね、はい、面白いユニークな演出を加え時にはドラキュラを出場させたりドラキュラを、はい、もう手の込んだことですよ。あの本当に釣り糸で釣ってね、そうカーテンレールでジューって通り過ぎるっていう最後のキャーっていうシーンがあって、そこでこうバーって通るっていう、はい、バーって通る、はい、成功しましたけどもうそれとかほら、あのシューベルトのマスってわかります？マス、小学校 5,6 年中学で、中学かなで習うの、はい、マスってあるんですよ。清き流れ、あ、はいはいはい、聞けば、そうそうそう、そのね曲を歌う時も、はい、あのそのマスがこう出てくるんですか。マスをそうスリートにかけてもう実写ですよ、実写。面白いですね、はい、もうマスのこのなんていうんですか、プラモデルを買って、プラモデルを買って、はい、ちょっと動くんです、はい、そういう手の込んだこともしましたよ昔は、はい、一人でほとんどやるので、まあ、アシスタントがついてるときはいいんですけど、はい、一人でするときはもうきつかったですね。そりゃ大変だったんじゃないですか。はい、笑われました。笑われました、ね。だからいっぱい笑われて、今の今日の私があるんですよ、皆さん。よくユニークだ、面白い先生、ちょっとあのお笑い界にあのデビューしたらとかよく言われるんですけど、はい、もうこの私ができたのは皆さんのおかげです。笑ってくれた皆さんのおかげなんですけど、まあ、アルベルトさんとってもいい方で、うんうん、いろいろとフォローしていただいて、実はあの奥様がもう歌手で、はい、であの手相を見て差し上げたりとかいろいろさせていただきましたよ、はい、まあ、とにかくあの純粋な方でね、あの苦労人ですよ、苦労人、うん、自分でね独学で作詞作曲覚えたっておっしゃってました。まあ、たまに先生、あの余儀先生っていう方、実は共通してて私も習ってたんですけど、その先生にも習いながらっていう形なんですけど、でもあの大学には行ってないということでね、あのだからものすごく努力をされてあそこまで行ってるんじゃないかなと思いますね。レコーディング事務所もねちょっと拝見させていただいたこともあるんですけどね、まあ、はい、ということでアルベルトさん、あのとても光栄に思っておりますまた機会がありましたらあのユンタクヒンタクできたらなと思ってます。ありがとうございます。電話番号だけ持ってますけどね携帯の書いてなければはい、はい、それではですね、ここで、ちょっと歌に関して、歌の上手な人というのはどんな人ですかというね、うんうん、質問がありまして、はい、それにお答えしていきたいなと思います。一般的に歌が上手と言われている人ですね、音が外れない、しっかりした音程で歌える。息、ブレスですね。ブレスを自由にコントロールできる。そしてリズム感がある。ね、曲のリズムに乗って歌うことができる。またハーモニーを聞き分けて歌うことができる。ね、オーケストラの伴奏につられることなくメロディーが歌えるということなんですね。それから、音楽表現が豊かである。ビブラード、スタッカート、ファルセット、拳、ね、シャウトなど、ね、まあ、あらゆる、ね、声で、あらゆる表現ができるということですね。それから発音が明瞭で、歌が聞き取りやすい、ね。これも重要ですよ。そして最後に、プロの歌をよく聞いて学習しているということです。はい、あの、ね、歌姫である、もう亡くなりました、美空ひばりさん。うん、あの頃はレコードなんですね、小さなこのレコード盤をね、うん、の枕元に置いて何回もデモンストレーション、うん、デモのこのあるあのなんていうのレコード盤があるわけですね、はいはい、あの作曲家が作ったもの、それを何回も何回も聞いて自分の歌にしたそうです、うん、美空ひばりさんあんまり音符
ね、音符を読んでっていう方ではなかったそうです。あ、そうなんですか、はい、自分でだから味付けもするわけですよ、うん、ここで拳を入れようとかね、ここは押していこうとかね、なんかフィーリングが強かったんですね。そうですね、あの音感がいい、音感がいい、耳が良かったって言われてます。やっぱり鋭い耳、まあ、絶対音感も持ってたんじゃないかなと思われますね。一度聞いたら忘れなかったっていうのがあるの で、はい、そういう逸話があるので、絶対音感を持ってらっしゃったんではないかなと思われます、はい、皆さんはですね、あの、まあ、私も含めてなんですけども、できれば楽器、正確な音が出せるね、ピアノであったりキーボードであったりね、うん、あのバイオリンとかですね、ギターとかは調弦しないといけないでしょ。あ、そうですね、調弦も間違ってたら全部間違いをさ、ですから、そうじゃなくて電子音の方がね、あの正確なのでね、それを使って、まあまあ、リコーダー持ってる方はリコーダー、リコーダーもちょっと多少わかります、リコーダー音合わせしないといけないと分からなかったでしょ。そうなんですか、あれ、まあ、いや、でも小学生の時するんですよ。あの上と下につなぎ目があるでしょ。あります、あります、うん、歌口の下のあたり、はいはい、そこを少しあの抜いたり、そうですよ。で100均で買える リコーダーがあるでしょ。 あ売ってますね。あれダメだからね、響きが悪いからね。楽器店で買った方が皆さん無難ですよ。あの音程が相当ずれてるので、吹いてみたら分かるんですよ。ヒーで、もうあれとかいう、あの、うん、ピアノはどうなんですか、調律ってどれぐらいの程度でやるんですかね。程度というよりも、はい、例えばあの引っ越ししたりとか、はい、引っ越し、それから湿度が上がったり下がったりすると、それでも多少変わりますし、音が歪むので、あのコンサートをするあの一流のピアニストは、うん、あの調律師を呼んで毎回調律してするんですよ。そうだから、例えば四分の1、あの 440Hz にお願いしますとか、435にしてくださいとか、うん、微妙なその方の好きなこの音域があるの、あ、音域って言いますかね、調律があるので、それをあの調律師に来ていただいて、あの調整していただくという、うん、私そこまでしませんけどね。まあ、まあまあ、プロの方ですね。プロの方、あのそれをね、はい、そうコンサートを開く、ね、方ですね、まあ、そのようにしてるというふうに聞いてます、はい、それでは、ね、ここで、歌うことで、ね、どんな健康にどんないい効果があるかとか、それから、サークルの募集もありますので、はい、CM の後に、ね、はいはい、そのお話をさせていただきたいなと思います、はい、それでは CM よろしくお願いします。5秒前です、はい、4、3、2、1。たくやさんですかね、コメントが入ってますね。初めてです、はい、聞いていますと、ありがとうございます。ありがとうございます。今コメントに返送しようと送信しようと思ったんですけども、あのちょっと英語で出たので、はい、後でまたあのお返事させていただきますね。ありがとうございます、ここで3分しかないということなのでね、カラオケサークルメンバー募集についてお話したいと思います、はい、実はですね、今上大蛇な公民館ですね、とそれから、茶谷老人福祉センターの方2カ所でですね、あのボイス&ボーカルレッスンを、うん、させていただいております。宜野湾市の赤道老人福祉センターの方でもサークルにするかということで、ちょっと今話は出てるんですけどもね、はい、決まり次第また皆さんにお知らせしていきたいなと思います、はい、興味のあられる方はですね、ぜひ私のあの音楽教室0906858-4578、0906858-4578にお電話ください。
ね、あの詳しいお話をさせていただきます。例えばですね、上大蛇の方では月2回のレッスンで第2第4の火曜日 PM7 時から8時までの1時間なんですけどもね、させていただいております。そして、茶谷老人福祉センターではですね、11月からなんですけども、月2回、ま、もしくは3回ということで、まあ、2回なんですけども、ボーカルレッスンをする予定でおります。詳しくは、老人福祉センター、茶谷老人福祉センターの方ですね、098-936-3522の方におかけください。お願いします。それではもう残り1分ということなので、また詳しいね、歌を歌うことでどんな、ね、健康の効果があるかというお話をさせていただきたいと思います。はい、来週の土曜日、またミッキーのミラクルハッピーデイ11時半から始まります。ゆたしくにげさびらミッキーでした。